所詮ビジネスカップルバチェラー4高校アプリでパパ活女子あさり泥沼離婚競技報道にネットユーザー納得。婚活サバイバル番組バチェラージャパンシーズン4アマゾンプライムビデオでバチェラーを務めた高校37と同番組をきっかけにゴールインしたモデル秋倉良子32が泥沼離婚競技に入っていると4日配信の スマート FLASH が報じ、ネット上で様々な意見が飛び交っている。高校と秋倉は同番組を通じて交際に発展し、今年3月に結婚したばかり。しかし、その後6月に秋倉がインスタグラムのストーリーズに、薬飲まないと眠れない塩おばも痛い,いけど、だんだんそんな毎日が嫌になってるけど、このすべての原因をぶちまけてやりたいけど、 お仕事のことで苦しんでるわけでは1ミリもないといったネガティブな文章を綴り、夫婦の間でトラブルが発生との疑惑が浮上。その後も SNS 上で高校の浮気疑惑が囁ささかれたり、秋倉がインスタグラムにアップしていた高校とのツーショット写真を非公開にしたりといった話もあり、ファンの間では二人が離婚したのではと心配する声が続出していた。 記事にはが10月に自宅を飛び出し、夫婦は別居状態だという芸能関係者の証言が掲載。別居の理由は高校がマッチングアプリでパパ活女子をあさっていたためで、年内中の競技離婚成立を目指して弁護士を入れた話し合いの最中だと。なお、高校は同メディアの直撃に対しプライベートのことなんでと答え。 秋倉との現在について明言することは避けたようです。女性史ライター。6月に高校と秋倉の船仮説が出て以降、高校のインスタ投稿などには現在の夫婦とコメントが書き込まれていたが、ひたすらスルー状態だった。そんな中、ついに泥沼り婚競技に入っていると報じられた形である。今回の報道について、 ネット上ではまあそうだよね。もうダメそうだったもんね。もう離婚するのは納得する声のほか、結局、3の方が一番落ち着いているのかと、バチェラー3をきっかけに結婚し、現在もラブラブな3代目バチェラーの友永慎也岩豆組夫妻と比較する声。なんかこの2人は真実の愛っぽくない感じした、所詮ビジネス。 花から高校と秋倉の中をいぶかしんでいたとの指摘も。また、高校がパパ活女子をあさっていたと伝えられたことに普通に気持ち悪くて無理、と拒否反応を示すネットユーザーも少かなからずいるようです。前室の女性誌ライター。